1869年から1920年代、頃までフィンランドで使用されていたニールソン製0の6のゼロ機関車、フィンランド鉄道博物館、ニールソンはイギリススコットランドのグラスゴーに所在していた機関車、製造メーカーである。日本ではネルソンと呼ばれることも多い。ニールソンはウォルター・ニールソンとジェームス・ミッチェルによって、当初は白、白用。 定置式の蒸気機関を製造するために、マックアルパイン通りに1836年に創業した。1837年にハイドパーク通りに移転して、カー・ミッチェルニールソンとなり、1840年にはカー・ニールソンカンパニーに、さらに1845年にニールソンミッチェルとなった。機関車の製造は1843年から、 地域の鉄道会社向けに開始された。1855年に白用と定置式の蒸気機関の製造は中止され、社名を再びニールソンカンパニーと変更した。この中で後に有名になる人物として、ヘンリー・ダブスとパトリック・スターリングがいる。この頃、ニールソンでは2軸のタンク機関車と、車軸配置2から4から0と0から4から2のテンダー、機関車を製造していた。 これらのいくらかはイギリス国内向けであったが多くはインドに送られた。事業の拡張に伴い1861年にスプリングバーンに新工場を建設し、これもまたハイドパーク工場と名付けた。1864年、ヘンリー・ダブスが自分自身で事業を起こしてダブス社を立ち上げ、クイーンズパーク工場を建設して多くのスタッフを引き抜いていった。しかし、 ジェームス・レードは再びニールソンへ戻ってきて働いた。1870年代を通じて、かなりの数の車軸配置例から4から4のタンク、機関車がロンドン・チャタム・ド・ーバー鉄道、ミッドランド鉄道、グレート・イースタン鉄道向けに製造された。他にも多くの形式が国内、海外向けに製造され、 例えば、インド向けに50両の車軸配置0から4から2の機関車が製造されている。ニールソン発の4軸機関車もまた、インド向けで1872年に製造されている。1879年、イギリスの鉄道で最初の車軸配置2から6から0の機関車が、グレートイースタン鉄道のウィリアム・アダムス向けに製造された。このうちの1両が、ルト命名され、 この車軸配置の機関車全体の名前となった。南アフリカや南アメリカ向けの機関車の発注はその後も続いた。1884年には、ウォルター・ニールソンが新しいクライド工場を設立するために会社を離れて、レードが単独で会社の所有者となったが、会社名をニールソン・レード・ド・カンパニーへと変更したのは1898年のことであった。 しかしながら、この頃には、アメリカとの厳しい競争により小さな会社は、存続が難しくなってきていた。会社の合併が必要となり、1903年に、ニールソン・レード社は、ラブス社、シャープ・スチュアート社と合併して、アメリカを除けば世界最大の機関車、製造会社である、ノース・ブリティッシュ・ロコモティブとなった。ニュージーランドで何両かのニールソン機が保存されている。 ウィルバート・オードリー作の記者の絵本では、ニールソン製の機関車をベースにしたキャラクターが登場する。ニールは、作中の素動、アンドメインランド鉄道で1853年から1901年まで稼働していたボックスタンク機関車という設定になっている。また、そのテレビシリーズ作品機関車トーマスには、サムソンというニールに容姿がよく似た機関車が登場しており、 彼もまたニールソン製の機関車である。ありがとうございます。